やっていきましょう。はい、そうです、地下墓地やっていきますよ。行くよみんな。アイテムを拾います。あ、拾ってください、袋拾ってください。じゃあ行きますよ。またなんかお化け的なやつが出るんだろうな。うわー、十分警戒していきましょう。異教の地下墓所、今は訪れる者もほとんどいない。何かありますか。なんかある。水はいいんだよな。油汲んでこう。ランタンも持たせればよかったなってちょっと思ってるんだけど。ランタンをつけて進まないと。そうだね。あ、いきなり宝箱あった。大きな金貨袋を見つけました。やりました。まだこのネズミ。現在の紹介の力が。毒キノコ。入手しておきます。光の飛躍。なんか薬ある。目薬。ここは扉が開かなくては反対側か。この消防機は使えませんね。あー、じゃあショートカットができるみたいな。うん、そうなんだ。ここは進めないようです。なんかさ、割とさ奥に部屋があるようですがあ、そうなの。入れないね、これは。どうしてもちょっとホラーテイストだよね。死者の魂、なんか薬がいっぱい落ちてんだけど。ドクロも落ちてる。うん、あ、ごめん、いろいろ話してくれてるのにちゃんと聞いてるよ。一応ちゃんと聞いてる。金貨袋あり。なんか声してる。ん、何も入ってない。声してるよ、なんかの。アンデッドが潜んでですよね。なんか声してんだよね。どこにいんだか。あ、これはこれは開けらんないのか。すごいホラーテイストだよね。めっちゃ開けて。その壁は乗り越えられそうです。敵の宝珠。各社様は私が守る。壁は乗り越えられそう。どこ。奴ら炎に弱い。次に炎をまとわせます。あ、中から出てくることもあるんだ。死んでいます。そうだね、我々の勝利です。やった、強い。君たち強いね。この勝利、我らの力を合わせた結果です。この壁は乗り越えられそうですって言わなかった今。髪の毛髪の毛を入手した。呪いでは、それは何かの。つける。あ、つけれる。これちょっと明るくできるんだ。足場になるものがあればいい。足場になる。なんか声がずっとしてん。ホラーテイストだよ。アンデッドが現れました。あ、どこに。ゴッドアンデッドが現れました。いた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 。なんか太ってる。死してなお太っている。これホラーじゃん、どう考えても。破裂するって言ってるけど大丈夫。あ、フルタが吹っ飛んだ。倒れろ。あ、でもホラーテイストだから遠くから攻撃できるやつでよかったかも。え、まだいる。さっき倒さなかった私。アンデッドだから何度でも蘇るのかな。汚れた金歯いらないよ。汚れた金歯髪の毛とか汚れた金歯とかいらないよ。開けよ、開けていこう。いて、強力な呪いを受けました。え、呪いを受けたって言ってる。あ、今解除してくれた。いやー、すごい優秀。部屋の奥には明治必須だね。アンデッドいますか。明かりをつけてみてください。明かりつけた。倒れろ。ちょ、間違えた。あ、使われてる。私に使われてるよ。炎の力で攻撃です。炎での攻撃が効いています。効いています。どうだ。あ、いる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 。背景と同化して見づらいな。強い強いね、強いね、君たちね。これ開けれる。開けれた。中に何かいる。光の飛躍。ああ、強いな。何かあるようです。まいそうなの。
汚れたキンバー、うわー、カマ、カマがいるんだったよな、なんかに。あ、一応マップあるね。今こうなんだろう、この赤いはしごなんだろう、いけないってことかな。うんうん、これ扉だよね。あ、通行止めって書いて、あ、だから戻ってくるときはこうやって戻ってくるのかな。扉はこれ、負けてみる。向こうになんか声してるもん、声してるもん。この扉の開けるやつ、私開けますね。いっぱい来るかな。ちょっとモンさん頑張って。私ダメだから、ほらマジで、うー言うてるもん。ここ、あ、いた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 。アンデッドが現れました。各社様のそばで戦います。ちょっと、ちょっともう何なん、もう意外に素早い、意外に素早かった。あ、これ油汲めるやつ、炎が弱点ですね。力を合わせた結果です。そうだね。武器に炎を当てる力があってこそ。もういる、まだいない。何かありますよ、何かありますよ。あ、え、なんかちょっと待って、なんかびっくりマークない。え、びっくりマーク何これ、これのこと、これのことか。まあいいか、先進もう、進もう、進もう。一体いつの時代のものなのか。アンデッド、アンデッド現れました。私たちは存在しません。なぜしてもこの空間は好きになれません。どうやら光が苦手なようです。どうやら炎が苦手なようです。では聖なる力を武器に行きます。行きます。かっこいい。この者は一体敵に関する知識を得ました。聞いています。グググ、ちょっと一応参加してる、参加してるよ、大丈夫、参加してる。食うわ。今にも弾け飛びそうです。弾け飛びそうですよ。ちょ、近くに行かない、近くに行かない。ちょっと待って、あ、だいぶ来た、だいぶ来た。足元に注意してください。あ、ピッケルあるからちょっと渡していい。ピッケルあるから、ピッケル1個渡すね。この子にピッケルできそうなとこあと教えて。わた、あ、ごめん、私のせいだね、私のせいだった今の、申し訳ない。開けるよっていうね、これからは。準備運動にもなりませんね。そうね、何かありますか。はは、軽いもんですよ。炎が弱点です。これ火つけます。力を合わせた結果です。この明かりもつけておきますか。アンデッドがいます。開けます。どうやら炎が苦手なようです。いました、いました、アンデッド。アンデッドが現れました。炎の攻撃を加えていきましょう。この勝利、我らの力あってこそ。飛び散った。我々の勝利です。あ、あそこにもアンデッドがいます。人間ではなさそうですね。力を合わせた結果です。宝箱ありました。まだやれます。古田、その爆弾は振りじゃないよ、やっちゃダメだよ。え、ここなんかさ、飛び越えてきたね、今飛び越えて。これは大丈夫で、こいつ負けます。あ、なんかありました。草神のお守りありました。これも開けま、あ、開けて開けて。バタン、何かありますよ。何かありますか。どんどん拾ってください。あ、あれ、これも戻ってきたけども、開けれます、開けれます。これが最初のとこの扉が開くんだ。あら、あ、違うじゃんあ、扉だけじゃないんだこれ。あ、で地下に行けるんだ。行きたいとは思ってなかったんだけど、まあいっか。迷路のような構造は油を汲みます。天然の洞窟を利用した構造のせいでしょう。なんかいろいろあります。何かありますよ。何かありますね。ちょっと待って。あ、これは地下2階なんだね。分かった分かった。今や、あ、雲がいる、雲がいる。でも今はクエストは多分ないんだよな。あ、宝箱ある、斜めってるけど。
応急薬中は何でしょう。開かない。クモ毒。これは入手しておきます。さっさっさっさ、クモ。開けた？なんもないね。じゃあこれ開けまーす。魔物のバッコもさることながら、人の暗部をさらに歪めて増幅させる。はいはいはい、いましたよ。各社様のそばで戦います。人間ではなさそうですね。腰に腰に腰に矢を大丈夫か。神聖魔法の攻撃を加えていきましょう。あ、なんか向こうにいません？人、ほらすごい、ま、待ち構えてる。すごい爆発してる。ここは開かないってこと？待っているアイテムでは解除できない。なんか来た？どこどこ？近づかれないように注意して。え、どこ？あ、あ！わかっている。これだよね、なんかファンタズムだかなんかっていう。ありませんね。取り付けは仲間の攻撃で加える。了解しました。行け、皆の衆行け。私にはあまり役に立てない。私では。通常の攻撃がダメなの。魔法で。そう、そして、あ、やった。あと一匹だったんだよ、確か。剥がします。ありがとう。なんか死んだけど、ありがとう。私ピンチだったみたい。これ火つけます。火をつけます。飛んだ。吹っ飛ぶの面白いな。垂直に吹っ飛ぶ。役立つものかもしれません。よし、アイテムを拾います。準備運動にもなりませんね。あ、鎌拾った。鎌なんかに必要だったんだよ。開けます。どいてください皆さん。いて、呪い受けた。ちょっと解除してください。ヘベさん、ヘベさんありがとう。ヘベさん超優秀。アンデッドが現れました。アンデッド現れました。腰に合おう。まだやります。やりました。え、まだやれますってどういうこと。なんか受けた。大丈夫大丈夫。火はここつけた。扉開かなかったんだよね。ちょっと全部開けます。どいてどいて。何かありますよ。袋、これも開けます。火炎弾、火炎弾。これは、はい、いました。ジブランカーパー4か。まあまあ上がってきましたね。自分で当たりに行っちゃった。え、まだ生きてた？奴ら炎に弱い。地もあるね。あ、宝箱あり。大きな金貨袋。古い書物。日記の切れ端 2?2 手に入れた ?1 ね、昔手に入れたよね。なんか宿営地かなんかで。これも開けまーす。だば。扉の右側に装置があるはずです。え？え？あ、本当だ。あったあった。炎での攻撃が効いています。この取っ手を使えば、おそらく地下の集会所に進めるかも。あ、そうなんだ。準備運動にもなりませんね。ガチャ。あの、さっきのっていうか分かんないけど、どっかの扉が開いたんだね。こんな扉じゃなかった気がするの、でも。これは？どんな扉だったんだ？踏んじゃった。ここか。ここが開いたのか。そうだね、ここまだ扉マークついてるもんね。行こうぜ。開けようぜ。あ、ちょっと火つけてきます。何はともあれ。スケルトンメイジです。はい、スケルトンメイジ、皆さん頑張ってください。どこにいる？
あれそう？すげえ、明治だ。明治明治。あ、クモもいる、クモも。クモちゃん。何かありますか？これも何かありますよ。お守り系が結構あるね。呪い、呪い、呪い。こういう時も明治さんいなかったらずっと呪われてんだね。ごめんごめん。とりあえずさ、全部開けたいじゃん。やっぱこういう風にあるとさ、なんだろうこれ。あ、爆弾か。古田が好きなやつか。あ、右左あるね。どっちかな。気持ち的には左。あ、でも前もあるね。3方向にない？行けるとこ。あ、宝箱発見。あ、ないな。何かあるようです。ちょっと左から行きます。こっちからね。こちらにも行ける場所もあります。え、ど、これ、これ、これは？これ？どこかに回り込む道があると思うんですが。この場所は下に降りられるかもしれません。降りられますね。降りたら戻ってこれる？あ、なんかイクイプメントだったね今。あ、いろいろ拾ってる。へえ、これ古田じゃない？うん。錆びた魔導球。これこれ。いや、ダメだ。すべて、私のいいところがすべて消え失せる。ダメだ、これは。申し訳ないけど、つけることができない。アイテムを拾い。待って。回り込める道がある。で、そっから回り込んだら、あの宝箱にたどり着けるのか。すごいよ、いる。すごいいるよ。運動模様に襲ってきます。あ、レベルアップした。なんか私呪われてない？動いています。ずんだか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 。何かありますよ。またあれかな、また戦闘音楽鳴りやまーずかな。ちょっと待ってね。何かあるよ。何かありますね。ギンギン、まるで迷路です。迷わないようにしましょう。こっち行ったね、みんなね。ナリアマーズだけど、危険なら戻ってこられますっていうのは何を言ってるんだろう。なんかいっぱい取れる、ここみんないっぱい、ここいっぱい取れるぞ。一回セーブロードしようかな。古田覗き込んで、ちょっと待って、あ、そうだ、古田ちゃんの装備見てみよう。あ、これダメなのか。ダメっぽい。へえ、ダメだった。ごめんね、持たしたのにダメだったわ。ちょっと一回セーブできる？あ、できるね。じゃあ一回ちょっとセーブ してロードします。でもダンジョン探索楽しいな。普通の探索も楽しいんだけど、やっぱポーンがいるからだろうな。これ一人だったら私やってらんないわ。怖えし。やっぱポーンがいてくれるからだな。はい、ロードロード。
準備は万全ですか？癒しの泉の水をもうちょっと持ってくればよかったかなってちょっと思ったんだけど、まあもういいかな。どうやって降りるのここ？あ、ここだ。なんか声がする、声するよね。降りたけど、こっち上に行きたいんだよね。上に、そしたら戻ってこれるじゃん。上っていうのは何かあるようです。何かある？あ、ここは違うよね。こっちだ。あ、行ける行ける行けるじゃん。ここから宝箱がある部屋に進める。あ、そうだね。あ、やっぱり同じこと考えてたじゃん。あ、ここに採掘ありますよ。スケルトンナイトが現れました。ごめん、スケルトンナイト。あ、ごめん。この勝利、我らの力あってこそ。あ、ごめん、何もしなかった、ごめんね。あ、まだいるよ、まだいる。あ、まだいる。何人いるんだよ。あそこへ飛ばされたよ。ちょっとちょっとちょっと、弱な力に操られているようです。あ、怖。あ、結構こうさ、経験値もらえたな。傷を癒しましょう。なんかない？これなんかない？あ、会話か。そろそろだ。おお、あったあった、大きい宝箱が。中は何でしょう？あ、なんだこれは。装備品ですね。はあ。え、今のやつ何が違う？アーマーか。そりゃこっちの方が強いのかな。でも鍛えたらまた分かんないのかな。これみんなつけられるから、じゃあこれ渡してみよう、古田に。あ、ヘビーになってきた。もうちょっと渡していい？古谷。何がヘビーなんだろう。ちょっと待って。あ、古田いきなりワイルドになった。これはあかんな。これはあかんね。今の方がかっこいいし、強いからね。これってさ、開けられんのかな？開けられはしないのか。じゃあ戻るしかないのね。オッケー。ちょっと待って、何が重い私。ここら辺のなんかものかな、重いの。これ重いんじゃない？ちょっとヘベさんに持っててもらおう。これも重いんじゃない？汚れた金歯も。メディアムになった。これも重いね、ヘベさん。あ、これが日記か。なんかさ、アリシアさんの名前書いてあったんだよね。なんか娘がどうのって。へえ。7日間に及ぶ洞穴探索の果てに古代の宝物を発掘する。しかし求めているものはこれではない。救済の不調。ほい、ほい。戻ろう、戻ろう。で、これの下に行って、あ、こっちもちょっと見てみればよかったかな。端っこありそうだったな。声がしてる。このまま下というか、道なりに。アンデッドがいます。どこに？あー、いたー。援護します。当たってるこれ？当たってる？大丈夫？助けてくださいって言っちゃうけど大丈夫？神聖魔法の攻撃を加えていきましょう。打ち消すアイテムはすでに備えよう。一命を救うこともあります。わかりました。そうだね、ヘベさんが、ヘベさんがいつでもいてくれるとは限らないもんね。結構広いね。段差を
落ちたらダメだもんね。何かありますよ。何かありますか。アンデッドがいます。アンデッドがいます。どこに。これは入手しておきます。好戦的な獣人です。え、獣人。女性を見て興奮してる。ババアでも。どこどこ。あ、いた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 。でも こいつこの前のよりちっちゃいね。一応乗れる。振り落とされるかしら。全然振り落とされない。案外大丈夫。よし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 。5400。断末魔の何かありますよ。叫びよ。なんか宝箱を見つけたんだよな。あったあったあった。喉薬、金貨袋、ボロ布。ちょっと待って、ここ暗いね。なんか光をつけれないのかい、ここは。あー、こういうちょっと広場みたいになってんだ。あ、下の方に、下の方に丸が。あ、こりゃ長いね、このダンジョンは。そう、あと公式もあったんだ。あるぜ、みんなカンカンしてくれ。カン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 。これはね、古田の好きな爆弾ね。これ戻ってきてる。あ、あれも宝箱では。何かあるようです。これ今カンカンした？してない。ヘビー。うん、ちょっと待ってね。こういうやつとかも渡しちゃおう。ごめん、一番軽い人に渡すね。クワも。あと、カタコンベの金鉱石。このまままっすぐだね。セーブしよう。セーブセーブ。結構長いね。よかった、あの時録画分けといて。ここもなんかない？ないか。なんか光ってるように見えた。あ、ここある。結構あるよね。みんなほらみんな取って。みんなこれゴーってしたらいいのかな。何かあるかも。探してみます。この魂各社様に危険な状況で戦い続けるのは違う。違うわ。これ取ってくれるんじゃないんだ。正解の道っぽいはっぽいね。綺麗な石ころ。落ちないでよ。落ちちゃダメだよ。落ちちゃダメよ。すっごい危ないんだけど、 A さん。うん、そうだね。各社様と共にある。そうだね。それを思えば力が湧いてきます。ありがとう。はい、行くよ。落ちなくて偉い、みんな。お、なんか広いとこ出たぞ、部屋に。これはなんかいるよ。あるよ、ほら。みんな取って、カンカンして。はい、開けるよ。ガラガラ。アイテムを拾います。アイテム拾って。開けるよ。あ、アイテム拾って。ドクロ。これは入手しておきます。何かありますか。これはっていうほどのものではなかったけど、拾っといて。盗賊にあげたら喜ぶから。
お、広いけど誰もいないね。ちょっとこういうのもまた怖いよね。こんな広いのに何もいない、でけえのが出てくんじゃないかっていう。こっちはなんかない？なんかある。会話じゃなくて採取採取、会話より採取です。死を祀った場所なの、うん、何者かの視線を強く感じます。感じますか。何が出てくるんだろう。やっぱお化け系かな、ゴースト系のなんかかな。怖いよ怖いよ。なんかあるよ。金貨じゃん、金貨大事だよ。宝箱あるよ。中は何でしょう。空き瓶。こっちもあって、どっちが正解かな。あるよ。はい、ありがとう。これも開けれます。あー、こっちがね正解っぽいから、ちょっとこの先行ってみましょうか。音楽がないのも怖いね。このまま進むと集会の場所から離れてしまいそうですが、ちょ開けとこ。あ、じゃあ壊そう。あ、出口か。あ、出口だ。よしよしよし、分かった分かった。じゃあ、あ、カン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 、はい、行くよ。じゃあ正解っぽい道に戻りましょう。なんかボスかな。いよいよセーブしとこ。うん、ボス臭い。まあ、このクエスト終わったらまたちょっと護衛のなんかどっか一個行こうかなと思ってます。人の声がします。人の声、声のする方に行ってみましょう。大丈夫、一応潜入捜査なんだよ我々。本当だ、エリシオンだ。エリシオン、お前か。集会場っつってたもんね。こっちは何、これはでも扉じゃないね。ちょっと待って、あーん、今のとこって扉なの。ここ扉じゃないよねこれは。もうこのまま先にこう行くしかないってことだね。救済の青汁の公演をしているのか。なんか赤いのが、あー、あそこでやってるってこと。目的の場所は近いようです。ちょっとちょっとちょっと、セーブセーブセーブ。こまめにセーブ。エリシオンとやることになるのかな、それともやっておしまいみたいに。これ扉開かないの。どこかに2階へ上がる段差があるはず。一応調べてみていい。開かない。だから言ったでしょ。結構響きがいいホールだね。石造りだからかな。目的の場所はすぐそこです。あ、上に登れんだ。だいぶ近い、だいぶ近いよ。あー、なるほど。ちょっとまずこっち、なんかあります。何と戦うことになるのかな、それとも戦わないのかな。ちょちょちょ
目的の場所はすぐそこです。そうですね。ちょっとデーブすごいチキンでごめん。本当ホラーゲームっぽいんだよな。 あらいきなりイベントが暗い。ちょっと明るくしてあげなよ。人は足元に気をつけて。骨を踏むと音が出ますか。一体何が起ころうとしているのでしょうか。見張る。古田ドラゴン襲撃の混乱に乗じて、うん、ちょっとあなたにお分かりになりますか。あーバレてる。そらそうでしょう。バレてーら。こんなご陽気な帽子かぶってるのに目立つよ。そらこれが答えです。全てを混沌に。信者の人たちを。わあ信者の人たち。信者の人たち。あーなんか来た。もうホラーゲームじゃん。やだ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 。後ろ後ろ志村後ろ。ひゾンビじゃん。バイオハザードじゃん。やだ。やっぱなんかやるの。なんで人たちを倒す。ちょ待て。私ちょっと距離が必要。距離が必要。距離が必要だよ。もう終わり。力を合わせた結果です。ちょっと待って。ああまだ来たよ。まだ来てるよ。まだ来てる。どうやら光が見えてないようです。距離取れない。なかなか光が弱点ですね。聞いています。あ終わった。あよかった。お見事でした。あメイソン。さすがは各社さんってところですね。どこかから見ていたのか。さてちょいとこちらへ。ちょっと扉がメイソンみたいじゃん。え我々の勝利です。って言ったけど大丈夫。まだやれます。え大丈夫。何かありますよ。まだやれますって言ってるけど大丈夫。あでもみんな強いな。本当なんか無傷じゃんほとんど。古田無名騎士なる輩は救済とどのような関わりを持つのか謎は深まりますね。あれ今古田も喋ってたね。うんそうだね。これもっとでかいなんか出てくるかと思ったけどそうではなかった。ここねメイソンがいたところは。あえあこれ地下3階か。だからこんななってんのか地図が。メイソンどこだ。エリシオンは逃がしましたが、うん、幹部の一人を。えこの人幹部の人。まずまずの収穫ですかね。うん、うんいろいろと聞き出すこともできました。うん怯えているじゃないか。ちょっとしたはぁ、あ、何言ってんだお前。最初から破壊だろ救済だろ信じてたわけじゃない。本当だ。まあ、幹部はそうなのかな。とはいえこのまま逃がすと面倒なことになりそうですね。アッシが各社と通じてるのもバレてしまう。悪い顔してんな。黒光ってんなメイソン。話が違う。悪い顔だ。うん。メイソンよりガタいいな私。え、お任せされちゃった。どうしたらいい？どうしたらいい？何、生かすも殺すもってこと？あなたの判断に私が口を挟もうと。流れに逆らう不存である。え、どこにいるのそいつ？あ、こいつか。だが。私に助言できることはありません。そのことで話が通じるわけ。そうだな、各社よ。その手を血に染め、流れに逆らい何の得があろう。私に助言できることはありません。あ、このままほっとけば殺さないってこと。まあいいんじゃない。別にこいつそんなになんかほら頭も良さそうじゃないし
ここは各社様の覚悟次第。これがさエリシオンだったらちょっと考えるけど、こいつは別にいいんじゃないか。わからん。でもまあダメかもしんないけど、まあ私はこのままでいいと思います。小物っぽいから判断はあなたにお任せします。え、じゃあ金くれよ。うん、これ今聞いたぞ、今録画もしてるぞ。おい、ママ見逃してくれ。うん、見逃すから金をよこせ。どうかご決断を。もうこいつより小物だよ私。さあ行こう。油もいいかな、いっぱい組んだんだ私の。これどんな感じかな。あ、なんかまた何かを手に入れてる。ん？ソーラーアーマー。あ、この人なんだ。あ、そうかそうか。ちょっと上げれないからごめんね。でも重いから誰かに渡そう。この人にね。まだ重いな。まあなんだかんだいろいろねやってるからだよね。あ、装備は多分渡すとあげちゃうんだよね。違うのかな。装備させなければ大丈夫なのかな。ちょっとわかんないから装備は怖いんで持っときたいと思います。あ、でもこういう回復系もさ渡しちゃうと使っちゃうかも。だからこういう鉱石とかを渡そう。うん、まあいっか。アイテムを拾います。アイテム拾って。え、今の声は。え、ちょいと甘かないですかね。え、各社さん殺した。あら、手心を加えてもこいつらはあんたに感謝したりします。あ、そう。ああ、あんたの判断ならまあしょうがないけど。邪魔なあんたを殺しに来ますよ。あ、そう。うーん、そっか、甘かった私。いろいろと手伝ってもらえるかと思いましたが。あ、メイソンに嫌われた。見込み違いだったかな。見込み違いだったかな。そんなこと言わないでくれよ。足を引っ張られるのはごめんなんで。あら、まあ、メイソン、これ何かあるようです。関わりを持てば危険でしょうし。メイソン、あ、覚醒のイヤリングだって。あ、こっから帰れんだよね確かね。なんかカンカンしてない？どこ？どこ？カンカン。カンカンの場所どこ？カンカンの場所。これ？あ、さっきカンカンした？え、どこでカンカンしてんの？あ、こっち？めっちゃカンカンしてる。でも、取れない私にはもう。ちょっと待ってね。メイソンとはもうこれっきりなの？うん。あ、睡眠しなくなるんだ。へえ。まあいっか、このままで。帰るか、じゃあ。で、マクシミリアンに報告するって書いてあったもんね。そっか、メイソンの好感度はもうマイナスだな今。え、これどこ？どこここ？ああ、